どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今はですね6月です。6月といえばやっぱり梅雨のイメージ、雨です。梅雨といえば雨にこの季節ぴったり、そんな曲を今日はやりたいと思います。ドン徳永英明さんのレイニーブルー、こちらの曲をこの小さいクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョンやって、後半はかっこいいリズム満載のかっこいいこうしっとりね、ちょっとこうね、そんなムードたっぷりでやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽やりましょう。音楽聞くのはいいけどやる方がですねもう本当楽しいんですよ。これ実体体験してもらいたいな。で今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんウクレレで弾き語りができるよってプログラムがあります。これはですねどんな音楽音痴な方でも私には才能がないわと思った方も嘘でしょっていうぐらいにどんどん弾けるということで、今世界中でこの動画を見ながらウクレレ始める人が急増中です。皆さんもやりましょう。もうちょっとしたらこうリンクがあります。このリンク先の、上から順番にね動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐですからね。はい、いってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、もうほんと簡単に弾けるようにしてる、レッスン動画、1200曲以上、もうアップロードされています。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう世の中にある曲をほんと簡単にどんどんしていってます。で、動画にはですね、簡単バージョンの他にかっこいいバージョンっていうのもついてるんで、簡単バージョンできた人はどんどんレベルアップできます。さあ、それでは、やってみましょう。この季節にふさわしい曲。徳永英明さんのレイニーブルーガズレレレシンプル簡単バージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。
永秀明さんのレイニーブルーガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんショートカットアレンジバージョンでございまして、フルでやりたい方、コード進行一緒ですね。2番のこうコード進行と歌詞を書き足して、オリジナル楽譜を完成させてください。で、今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube の動画と一緒にできた方、それでもやっぱ紙に書いて、ご自身だけで演奏してみるのをおすすめいたします。この季節、こうね、窓から、雨を見ながら、弾くとかもうほんと最高ですからね。どんどん弾いていきましょう。で、そのメモを取るときに役立つように、いつも私この動画でこのノートをガズの書いてるノートを写すんですけど、このノートが皆さん、このシステムが始まりまして、これガズクラブといって、クラブ会費660円毎月いただくとですね、ガズのこの楽譜、ノートの楽譜が毎月5曲もう膨大な数のノートがありますからね。で、今日のこのレイニーブルーも今日か明日か明後日、もう近日中には皆様の手元に、ゲットできるよということがあるんですけど、お時間ある方は言ったら書いていただいてもいいと思うんですけど、あとね、でもそのガズクラブの中でいろんな楽しいイベントとかも盛りだくさんでね、動いてますんで、ぜひガズクラブの方もよろしくお願いします。はい、そういうわけで映していこうと思います。この楽譜の特徴なんですけど、この下にくるっと囲っているやつは、これね、後半やるかっこいいバージョンで使うコードですんで、ちょっとね差があります。ここら辺もね、上の段と下の段、はい、下の段はかっこいいバージョンですね。はい、ちょっとこれを参考に、書いていってくださいませ。ちょっと読みづらいよという方はもちろん動画のテロップを一時停止して読んでいただくのがいいと思うんですけどね。このね、点がね結構ヒントになるんですよ。はい、ここは最初人影もでしょ、最初人との時に人影もって C が始まるみたいな、そんなようなイメージです。これ参考になればと思います。はい、時間ある方どんどん書いていってください。一時停止でお願いします。はい、ここのねサビの前のね、このここ決めとく、後で解説しますね。はい、でここサビです。サビが連続しますということですね。ここなんとも言えない、切ないね、本当に今の季節これ歌ったらなんかキュンときちゃうなぁ。はい、そして最後ラストのエンディング、ここがね盛り上がると、あの頃の優しさにですよ。はい、で最後 D7 で、まあ、一応 C で終わったというふうに終わっております。これガズレレリオリジナルショートカットアレンジバージョンです。はい、じゃあ出てくるコードちょっと解説ですけど、あのね、こっちに書いてあるのはかっこいいバージョンで使います。今やったシンプル簡単バージョンはこれです。これね見てください、ガズレレ必須コード、これいきますよ。 CAmFDmD7、 C7A7G7E7Em7、 つまりこれです、10個の今日コードです。はい、ここに書いてあるようにガズレレ必須コードオールスター勢揃いです。はい、ドン、ガズレレ必須コードっつうのがあります。このガズレレ必須コードっつうのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようと思った方が一番最初に覚えてもらいたいコードのグループをガズレレ必須コードと言っておりまして、これ10個あるんですよ。今日勢揃いです。この10個覚えておいたらですね、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルでやってるウクレレレッスン動画1200曲、ほぼ8割9割できるっていうぐらい、もうこれが超基本になってますからね、覚えていきましょう。とはいえね、10個もあるのか、いっぱいあるなと思うでしょ。1個ずつ見たらこれも1個のコード、これも1個のコードって簡単なんですよ。ただしね、10個いっぺんに簡単ものを覚えようとしても、何やらなのか分かんなくなっちゃうから、私が以前めちゃくちゃ分かりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはこの動画でバッチリマスターしていきましょう。今日全部フル出場ですからね。はい、これはすごくコードのマスターにもいいと思いますということでございます。でね、今のシンプル簡単バージョン、ちょっと1個だけ、注目はですね、やっぱりサビの前の、ちょっとここやってみようか、最初にね、やってみます。 A メロの一番最後のとこからやってみます。あなたの帰り道交差点と足を止める、2、3、4、うん、 GDmEm7、 ここ最初の一発目うんが入りますから、このこういう風に書いてきますから、うん、CDmEm7、 ここがシンプル簡単バージョンではちょっと一番ポイントかなということで、一個引かないところがあって、まあタイミングはね、測っていきましょうということでございます。さあ、そこをマスターしたら次は行きましょう。かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではですね、ちょっとコード足されます。コード足される、これがね、ちょっとね、まあ説明していきましょう。順を追っていくと、まず F マイナーから、これはね、初心者の方がまず最初に引っかかる、よく出てくるやつです。まあ押さえる場所、ここと、ここと、ここ。はい、こんな風に押さえるのが教科書通りの押さえ方となっております。はい。でですね、このガズの場合はいつも言ってるんですけど、この部分を親指で押さえちゃう。これ、ね、こっちでもこっちでもね、もうどっちでも押さえやすい方でいいですよ。自分が楽だなと思う方でいいと思います。しっかり音が出てることを確認してください。はい。F マイナー。はい、その次。これも簡単。よく出てくる。C サス4。C サス4はね、これ C 押さえといて、ここ。2弦の1を入れて、これ。これ C でしょ。C サス4ってここ1個足すだけです。C サス4から C。こんな感じで使います。はい、次はね、C、これも出てくるね、一瞬。かっこいいバージョンはこの C の AUG、C、オーギュメントという
呼びます。これもね簡単ですよ、ほんとここで出てくるんですよ。このこういう感じで経過音として使っています。 COUG C オーギュメント、ここね、ここだけちょっと聞くと気持ち悪いけどね、ちょっと曲の中で、やってるところです。ラストのとこだな。あの頃の優しさに包まれて、ここた思い出、おかっこいい、 Aマイナー CAUG C からです。これだんだん下がっていくイメージ、これをね押さえてください。 CAUG、 あとはね、はい、A メロで出てくる G マイナー7という、これ押さえる場所はここね。だからこういう風にこのぐらい反らしちゃう。ここ見てください、このぐらいグッと反らしといてちょいと足す、はい、そうするとこんな感じですね。ここも、人影も一番最初です。エメロの人影も見えない全レジ、こんな風に一回スッと出てくるだけで、ね、これね結構忙しいですけど、もしできるようだったらやってください。これね C7 でも十分かっこいいと思うんですけど、さらにこう一つ上の、ね、ステップです。 Gm7、 はい、コードはそんな感じでいこうと思います。はい、なんでコードはですね、ちょっとこれその今みたいにワンブロックに4つ入ってくるのがかっこいいバージョンで急に増えるんで、その中の音として今のコードが増えるのが多いと思います。はい、そしてじゃあ弾き方の解説。弾き方はですね、前半部分はドン、ガズペジオでいこうかなというふうに思います。ガズペジオっていうのはこんな感じ、ちょっとピアノっぽいイメージ、感じのこんな感じのガズペジオ、はい。そしてサビではですね、やっぱりこれは16ビットのチャなんだよな、ゆったりしたでっかいスケール、ベルブも終わったはずなのに、こんな感じの大きいスケール、ドーンスッバーンスッドーン、こんな風にやりたいなというふうに思います、ということでございます。ひとまずですね、そうだ。じゃあこのガズペジオと16ビートのチャ、この2つのリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページを1枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャ、動画で練習してみてください。ガズペジオの方は結構比較的弾くのは簡単ですけど、一緒に歌ってタイミングをキープするのはやっぱりちょっと難しいですけれども、比較的簡単だと思います。はい、そして16ビートのチャはいつも言ってるんですけど、まあまあリズムの中で一番最高峰レベルの難しさで、しかもこういうバラードで使う16ビートのチャっていうのはね、またこう早くなっちゃったらガチャガチャしたイメージがないように、こうドーンとこうね、広がりを見せるような16ビートのチャがいいんで、さらにちょっと難しいと思うんですけど、まずこういうのストロークっていうですね、右のこういうリズムのやつを、これの基本は8ビートです。8ビートができるようになって16ビートができるようになってチャができるようになってみたいなイメージがいいと思いますんで、さっきのリズムのとこ行くと8ビートからできるようになってますんで、もしちょっとリズム初めてだよという方は8ビートから練習してみてください。そして今日このマーク、ちょこちょこ出てくるんで、これはね矢印マークでリズム前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションというリズムなんですけど、ちょっと印象的なのは A メロの途中のところで出てくるんで、ちょっとやってみましょうね。A メロのね、ちょっと後半、かけ慣れた、けなれた、なやる、回しかけて、と、指を次です。止める。今 C から C サス4を弾いたんですけど、わかった？ダーン、ダーン、これね、リズム食い込んですよ。ダーン、ダーン、わかる？これ普通に食い込まなかったら、ダーン、ダーンなんですよ。食い込むから、ダーン、ダーンみたいな。ちょっとここは、つまみいくような感じでもかっこいいかもしれません。このね、あとはね、この矢印マーク最後の、ところのすごくラストのね、盛り上がるところでも、こんな感じでちょっとやってみよう。あの頃の優しさに包まれてた思い出が流れて、この次です。チーニー、タツタツタ、C、C、C、D マイナー、E マイナー、ここ、ダンズ、ダンズ、ダン、もう波状攻撃のようにこう入ってくる。これもこう矢印マーク一応引っ付けておきます。このシンコペーション、この辺で出てくるんで、びっくりしないようにしてください。はい、そしてこのレイニーブルーという曲なんですけど、キメみたいなのは今言ったシンコペーションが絡んだところで出てくる。あとは結構やっぱ淡々としてこう、しとしととずっと降り続いてる雨みたいな、ね、こう淡々と行くんですけど、サビでね、ちょっとやっぱりこうドーンと、だ、開ける感じで、こう展開をね、見込めるのがいいから。そして最後のラストのさ、エンディングのところでまたさらにドーンと盛り上がっていくみたいな感じで、この起伏がね、感じられるとまたすごくこうドラマティックな曲のイメージになるんじゃないかと思います。もちろん歌詞の内容もね、やっぱ切ない、この心をね、掴み取りながら一緒に歌っていく。こういうところまでこう意識してやると音楽がさらに楽しくなると思います。それではやってみましょう。徳永英明さんの Rainy Blue Gazelle Review、かっこいいバージョン。やってみるじゃん1,2,3,4 Da-d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 a
かけ慣れた台にある回しかけて指を止める冷たい雨に打たれながら悲しい物語を思い出したあなたの帰り道交差点遠くのこう空を見つめながら歌いたい曲でございます。今日は雨は降ってないんだけどやっぱりどんよりはしてるんでね、まあこういうところでもこういう気候の中でもこうなんかスッとこう入ってくるこの気持ちよさ、ぜひ皆さん味わってください。さあ音楽やって楽しもう。楽しいとねもう免疫力も上がるし、もうやっぱり楽しい方がいいじゃないですか。でこの楽しさもう本当でこれね、皆さん周りの方にね教えてあげてください。 YouTube 見てるだけでこう楽しいよみたいな感じでもいいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねとか、このチャンネル登録なんかもねぜひよろしくお願いします。はい、それではガズレレのちょっとお知らせですけど、さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズの書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくてその中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開の Facebook グループがそこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。その次のねオンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますからよろしくお願いします。あとですね、今日この本発売になりました。これはですねもう皆さん赤くガズのねこのシリーズがあるんですけど、この3冊目となる、この緑の本と黄色の本がねもうすでに出てるんですけど、この赤い本が、出版されて、なんとですね発売日前日に増刷が決まるというすごい勢いで、もう初突猛進の勢いでございます。これ100曲入りの、楽しい本なので、ぜひ皆さんこれお手に取って、お試しください。これはね、Amazon とかネットショップ、楽天とか Yahoo ショッピングとかもありますし、大きい本屋さんとか、楽器屋さんに大体あると思います。もしなかったらご注文ください。簡単ウクレレ by ガズみんなで歌おうとか言って注文できると思いますのでよろしくお願いします。そしてちょっと事前にお伝えします、ガズのわがままウクレレ、昨日おととい、予約注文再開したんですけど、もう完売 しました。ありがとうございます皆さん。今回は本当完売までがあっという間だったんで、ちょっと私たちもびっくりしてるんですけども、これでねやっぱりもじゃくんと今いろいろ相談、もじゃくん並びスタッフと相談してるのは、やっぱりもうちょっとねこう生産量増やせるように本当に考えないといけないということになってますので、すでにご予約していただいている方もう少々お待ちくださいませ。そういうわけで、お知らせが2つ続いたんですけど、あとねいろいろありますよ。これいつもねご紹介してるんだけど、この
今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杉さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこのここにこういうのもついてるんですが、これでこうウクレレ掃除できるということまで発見されました。あとはこれ絶好調なのが、これがですね皆さん、ちょっとコロナがね開けてきたんで、このリュックサックを持って、ここコンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ中も結構広くて楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もねちゃんと傷がつかないようになってて、で中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープでもう脱着可能、スペースもこう流行利用できます。そしてこれでっかい旅行カバンにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとはガズレシピ、アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレ .com にも大体最新情報書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。昨日からですね、このガズのわがままウクレレ予約が再開になっています。今多大なるご予約をまた頂戴しておりまして、もう皆さん本当にありがとうございます。